皆さんこんにちは、武田塾の高田です。今回は現代文の質問大特集スペシャルやっていきたいと思います。この動画を見れば現代文の成績が変わる。それでは皆さんコメントねバシバシ答えていきたいなと思います。1問目、現代文キーワード読解のいい使い方を教えてください。出ました、現代文キーワード読解。当時のね林修先生が唯一認めた参考書とも言われてるぐらい名著なんですけど、この本は一般的な使い方は、まあ、キーワードの暗記に使う人が多いですね。現代文の重要語句、重要キーワードを単語帳のように覚えていくみたいな使い方をする人が多いです。これがまあ最初入り口の使い方です。でさらに奥深い使い方っていうのがあるので、この動画を見た人のために話しておくと、現代文のテーマ力を鍛えるっていう使い方です。現代文は品質テーマっていうのがいくつかあって、例えば言語に関するテーマとか、近代に関するテーマ、科学に関するテーマ、宗教に関するテーマとか、よく出るテーマっていうのがあります。でそれのよく出るような文章っていうのも載せてくれてます。ということはキーワード読解の人文章を一通り読んでおけば、その品質テーマについてのある程度典型パターンみたいなのが読めるようになります。なんでキーワード読解をやってれば筆者はこういうことを言いたいんだろうなみたいな予想がつくようになるんですね。そうしたら勝ちです。あともう一個は、短めの良質な文章が大量に載ってる本なので要約の練習に最適です。なので現代文の文章の言いたいことがわからないって人は文章を実際に読んで要約する練習をしてみてください。で、下の方になんか読解のポイントみたいな図式と要約が少し載ってると思います。それを見ながら自分が正しくこの文章の内容を理解できたかどうかを振り返る。それを全部の文章をやれば相当な国語力がつきます。これがもう最終的な現代文苦手な人向けのやり方になります。ただこれ時間もかかるので、ある程度現代文私立文系3教科とかで現代文に課題抱えてる、現代文に時間使える子向けのやり方になりますが、おすすめのやり方ではあるので、ぜひ国語力自信がない人はやってみてください。なので3段階ぐらいかな。キーワードの用語を覚える、テーマの文章を触れて背景知識をちゃんとつける、でさらに要約の練習もして読解力そのものを押し上げる、こういう3段階の使い方があるのでぜひマスターしてください。次の質問です。関西大学志望の高3です。言葉は力だ、キーワード読解、入試、現代文アクセスのつもりです。アドバイスください。全然ダメだそんなんでいけるわけねえっつってね、カツを入れたいなと思います。まず言葉は力だとかキーワード読解とか語彙力強化の本は読解とは分けて別で並行してやるべき本です。で本丸の読解の方はゼロから覚醒始めよう現代文とかからスタートしてほしいなと思います。そこで読み方を学んでほしいですね。アクセスはあくまでも問題集なので、アクセスを通して読み方を体系的に教えてくれるっていう本ではないです。なので最初やるべきはゼロから覚醒、文章の流れが分かる読解トレーニングで、現代文プラチナルール、現代文ポラリスみたいな形で、ポラリスと近いかな、アクセスの立ち位置的には。ただまあポラリスの方が、まあ、柳生先生で参考書の解説も揃ってるので、まあ、そういうルートで進めていくといいかなと思います。あと関西大学の志望ってことだったんで、関西大学の過去問早めに見ておいてください。どっちかっていうとセンター試験や共通テストに近いような入試の出され方がして、文章中に棒線が引っ張ってないっていうかなり特徴のある大学になってます。なんで関大志望の場合は関大の過去顧問とかもちゃんとやる時間を取ってください。次の質問です。船口の最強の現代文と決める共通テストどちらがいいですか。これは甲乙つけがたいです。僕自身現代文の勉強法悩みすぎて、高校1年生の頃ヤフー知恵袋って皆さん知ってますか。ヤフー知恵袋で現代文おすすめの参考書何ですかっていう風な質問をしたぐらい僕は現代文苦手だったんですよ。でその時に船口の最強の現代文がおすすめだよっていう風にね答えてくれました。思わず僕もベストアンサーって高1ながらでおっしゃって知恵コイン500枚あげたんですけども、そんな話は置いといて、そんな僕のね現代文の出会いの本でもあるわけですよ。良かったです、内容、最強の現代文。ただ柳生先生のゼロから覚醒と違うなって思ったのは、最強の現代文はどっちかっていうと文章全体を視野広く読んでいくっていう読み方の本でした。でゼロから覚醒はどっちかっていうと本当に一文単位で細かな、接続詞に注目したり、和とがと毛の違いに注目したりとか、かなり細かなところから教えてくれる本で、今思えば僕は柳生先生のゼロから覚醒の方を最初にやる方が合ってたかなと思います。なんで幅広い視野、文章全体の構成とかを見たい場合は最強の現代文おすすめです。まあ、プラチナルールに若干近いかなっていう感じですね。決める共通テストに関しては、まあ、共通テスト専用の本ではあるんですけど、傍線部の分析とかから始まってかなり現代文の解き方を体系的に教えてくれる本なので、めちゃくちゃ良書だと思います。なんでどっちかというと読み方が最強の現代文、解き方が決める共通テスト。まあ、現代文得意な人からしたら異論もあるかもしれないですけど、僕の中ではそういう認識です。なんでそれぞれ合う方を選んでください。
最後の質問です。共通テストだけなら何やるべきですか。これはこれから出る動画でも話してます。現代文をもう最小の負担で乗り切る方法をどうやればいいのかっていう動画が、この撮影段階ではまだアップされてないんですけど、この後アップされる予定になってるので、ぜひそちらも見てください。簡潔に話すと、最短ショートカットは決める共通テストとセンター試験過去問共通テスト予想問題集のみ。ある程度やるならゼロから覚醒、プラチナルール、ポラリス、決める共通テストみたいな感じかなっていう風に思ってます。現代文頑張ってください。というわけで現代文の質問たくさん答えてきました。参考になりましたでしょうか。まだまだ皆さんのコメントお待ちしてます。それでは現代文克服しよう、頑張ろう。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。